俺の父親の仇を討つぞってことか。おお、戦うことなのか。強そう。いててて、ちょっと待って、ベルベット適当になんか撃ってくれる。あー、外れてる。なんだこれ、どうすればいいんだろう。この弾弾けそう、なんか今弾けそうな感じは。うわ、どんどん迫ってくる。わわわわ、強い強い強い。ちょっと待って、攻撃パターンを読むんだ。これを弾き返すっていうのが多分いいと思うよ。こうだ、よしよし、いいぞ。それとフィナので、これはうまく避けていかなきゃいけない。よしよし、よっと、フィナの攻撃は当たらない。だからとりあえずこれを跳ね返すことだけを考えてればいいかな。いやー、悲しい戦い。あ、全部吸収してる。スーパーサイヤ人になってる。やばい、早すぎて3体に見える。あ、やべ、弾き返すの忘れちゃった。これ弾き返すの、出してるやつが本物ってことか。こうか。あ、後ろ向いてる、なんてこった。よ、よしよし、こうだ。あ、外れた。よいしょ、当たった。これを繰り返す感じか。まずこの直線攻撃を避けて、これを返していく、返していく。あ、外れた、タイミング、死ぬ。リビのとこ行ってないから。あ、ダッサータイミング外して、全くのタイミング感がなく死んでしまった。わかりました、やり直します。で、スーパーサイヤ人状態になって、なんかやたら HP 減ってますけど、なんだ、弾の当たりどころが悪かったか。これ避けて、完全に忘れてましたけど。うわー、ちょっと待って、これ弾けないのがダサくて仕方ない。あー、避けられてる、せっかく弾いたのに。効果、よし、効果。マジで言ってんの。よし、当たった、最後だ。あ、5人になってる、マジか。危ない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 、いてててててて、これ5人はまずいぞ。何回これ弾かないといけないんだ。いよ、ザーはっ。タイミング力のなさ、危ない危ない危ない。ちょっと待って、剣のこの感じが良くないか。よし、最後の1人。嘘、なんでなんでそんなことになってんだ。危ない危ない。あ、同士打ち、まさかの。はい、テイク3ね。よし、5人になって、しかもこれさっき気づいたんですけど、これ弾かなくても本物叩けばダメージ食らいます。弾は別にいいんですよ。だからこのうっすらしてないやつが本物、これを切ればとりあえずそれで済むという発見しました。本物こいつだよ。あと1回、これ避けて、ちゃんと丁寧に避けて、で、うっすらしてないやつを見つける。あ、こいつだ、戦い、叩け。あ、勝てました。レノ、死なないでね。死なないでほしい、メノスに怒られるから。お前たちはそのデーモンと同じぐらい強いわけがないって言ってるけど、それぐらい強いっていうことですよね。お前たちの肉体はその悪魔よりも弱いはずだし、その身体的な強さも欠けてるはずなのにっていうことですよね。その俺たちよりも寿命が短いのに、なのにどうしてお前たちがいつも勝ってしまうんだ、その昔もそうだったようにっていうことですよね。だから50年前に俺は全てを失ってしまった。私の家族、自分の家族も自分の友達も自分の父親も、悪夢はやっと終わるんだ、俺はあの彼らの元に今行けるってことかな。うん、だがまだ喜んではいけない、私の代わりに他の者たちが行くだろう。うん、いつか兵器がこの研究所に置かれる、それでその起動させられてお前たちの世界を滅ぼすだろうってことか。このドアが開けられないと兵器多分この中にあるって言ってるんですもんね。で、その日が私たちの
ついにその私たちの復讐が叶う時だろうっていう風に話してます。で、私たちがそんな日絶対に来させないわ。あ、マジ？レノ死んでしまったぞ。メノス、クロ、私たちやったわって言ってんのかな。あ、これでその歴史を変えたはずだわってことを言ってるのか。大災害はこれで起こらない。で、未来は救われたのよ。でももうなんか用意されてるような雰囲気のことを言ってたような気がするけどな。あ、私はここにメノスがいなくて本当に良かったと思うわ。まあ、そうですよね。あ、なんかドアが光り始めた。見て。レノによって、その、ドアが起動されたって言ってんのかな？なんてこと。誰でも今、兵器を使うことができるわって話してますね。ああ、だから自分たちが先に行きましょう。で、それを壊すのよ。わかりました。今からラボに入っていくのかな。で、その場所の秘密も、なんていうか、見つけ出しましょう。で、ベルベットは言っています。で、クロ、どうも私たち入っていくべきかしら。まあ、ていうか、入るしかないんじゃないですかね。わかりました。行きましょう。じゃあ、大災害を止めに行くわよってことですね。わかりました。はい。それでベルベットは、まあ、マギの秘密を研究してる人なんで、こんな機会本当にないわよっていうことを話してると思います。科学者として、まあ、こんなに喜ばしいことっていうか、ラッキーなことはないわってことですね。で、フィナがあなたが何を決めようとも、私はあなたについていくわ、クロ。わかりました。ただ、メノスのことがちょっと気がかりね。レノ、これ、殺しちゃうのか、結局。っていうことは、悪魔三人衆は、完全に物語からアウトですよね。過去に戻れば、何かあるのかもしれないけれど。なんていうか、キーとなる、その登場人物が三人減った感じがします。よし、じゃあ、研究所の中はどうなってるかっていうと、うわぁ。まがまがしい。すごいわってベルベットは興奮してますけど。こんなもの見たことない。なるほど。で、私はちょっと気持ちが悪いというか、気味が悪い。この場所はすごい長い間、ほったらかしっていうか、何もされてなかったように見えるわ。で、まあそうですよね。多分誰も入ったことないから、ってことだと思います。ベルベットも、プロフェッサーギロがいなくなってから誰もここに入ってないもの。だいたい50年の間が時間誰も使ってないってことですよね。あ、なんかホログラムが出てきた。いいって言ってるけど幽霊だ。これは幽霊じゃなくって、あ、メッセージを記録したものだ。で、それが何を言ってるか見てみましょう。あ、なんだ、ギロ、髪型が、髪の色がちょっと黒と被ってるんですけど。大丈夫か、その辺は。947年2月15日。私はこの時代に着いた。っていうことは、その言い方はあれですかね。やっぱり時間を超えてきてるのかな。私はその不完全な、なんていうか、変な信号を追ってここに来たみたいです。それで私はどうにか、その彼らを巻いたっていうか、彼らを追い払ったようだ。彼らっていうのは、男とその女だ。なんか男女のペアってことかな。私はここに、とどまって、被験者かな？実験の、多分被験者だと思うんですけど、被験者 X をここで待つとするか。
記録終わり。なるほど。被験者 X。 物体 X っていう可能性もあるんですけど、でさっきのがまあプロフェッサーギロに間違いなさそうだわっていうことをベルベットが話してくれています。ああ、それでそのプロフェッサーギロの話を聞いて、彼がその時間を超えて旅ができたのかなっていうことを疑問に思ってますね。まあ、とにかくその兵器を見つけてそれを壊しましょう。そのこの場所をすごく気に入らないというか、気味が悪く感じてるみたいです。本当にフィナは早く出たいみたいですね。本当にただただ驚くことばかりだわ。ノートを取らなくっちゃって、ベルベットは本当に別の世界に行ってますね。あら、なんかいろいろ書いてある。このカプセルは長い間空っぽみたいだ。このコンピューターは壊れている。なるほど。宝箱はある。あ、なんか起動したぞ。ビービー言ってる。そろそろセーブポイントが欲しい。何が起きてるのかしら。まあアラームみたいだけど、多分私たち歓迎されてないんじゃないかな。ロボットが出てきた。これは完全にこう撃退用、侵入者撃退用ロボットなのかな。わかりました。あれ、これあれだ、 RPG っぽい。ついに ここまで来たか。コンボ、何のコンボだろう。適当にやってみよう。お、フィナと黒のコンボ、チャージ。ベルベットはため攻撃ができるぞ。で、右のこの緑色のバーがたまると何かできるみたい。とりあえず攻撃してみる。やっぱコンボ攻撃の方がいいのかな。アタック、ベルベットのアタック。あ、間違えた、ベルベットはこっちだった。アイス、強い。まあ FF っぽい感じかな。コンボっていうとクロノトリガーですけどね。まあずっと現れてくるみたいですね。まあ道中気をつけましょうってことをベルベットが話してます。セーブポイントあるかな。あ、もうとにかくこうガチャって言うとこの戦闘が始まるみたい。まあでもこれはコンボしたりマジック打ったりしてみるかな。マナも決まってる、20マナがあるけど。あ、なんだ、防御か。全然違うことしてしまった。攻撃、まあ、適当に攻撃。あ、フィナあんま強くない。これ黒が一番強いぞ。はい、クリアしました。それでセーブポイントが欲しいけれど戦闘が続きますね。まあそれこんなに難しくないので大丈夫だと思います。なるほど、このフェンスの上を歩くと敵が出てくるみたいです。それをずっとベルベットが話してくれてたんですけど、ちょっと無視してました。読めてなかったってやつですね。宝箱ゲット。あ、オリコン鉱石。あ、これであれだ、刀ができるぞ。戻りたい、あの時代に。この変なガラスみたいなのは壊せます。あれ、これもう踏むしかないんじゃないの。はい、そう言ってますね。多分厳しい戦いになるわって話してます。あ、新キャラだ。ちょっとデカめのやつがいる。あれはコンボで倒してやるか。よいしょ、ザクザク。死なない。マジックアーマーですね。アーマーと、攻撃力増加があります。よいしょ、とりあえずこのデカいやつを先に倒しておく。でフィナはヒール持ってます。でとりあえずコンボで倒しておこう。あとは通常攻撃でどうにかやっていきます。ベルベットの攻撃力は高くない。黒の攻撃力が一番高いですね。よいしょ。あ、でもマナは戦闘ごとに回復するっぽいな。ベルベット回復しといてあげよう。よいしょ、体力は回復しないけど、マジックポイントみたいなものは戦闘後回復するみたいです。よし、レベルアップとかもあるかな。え、うわ、マジ連続戦闘か。コンボでちっちゃいやつから倒すか。よいしょ。あ、ベルベットとのコンボもできる。なるほど。コンフュージング、
混乱魔法も打てるみたい。混乱してる、叩いてる、同士打ちさせる魔法ですね。ふん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 。でチャージすると特殊なスキルが使えるみたいです。強いスキル凍ってる時に倒すと一発とかなのかな。そういうわけじゃない、多分行動力が減るんでしょうね。でフィナのチャージはスプラッシュ、直線攻撃。なるほど。このでかいのを先に倒しておこう。まああとは殴りでどうにかなると思います。ただ体力がちょっと危ないな。最後はコンボで決めておくか。よっと、はい、オッケー。これで一段落するかな。あ、したしたした、よしよしよしあ、これをなんていうんですかね、起動させなくする装置がどこかにあるみたいです。その方法を探しましょうって言ってますね。うん、こんなの全部相手してられないわっていうことみたいですけど、なんかコンピューターとか調べたらできるかな。なんかできそうな感じもしますね。お、一つセキュリティを解除したみたいです。これ順番に叩いていけば大丈夫なのかな。違う、多分そうですね、なんか順番があるみたい。あ、二つ目、なんか三つ目どれかな。お、三つ目、多分五つあるか。パソコンの六つかな、これ。あ、正解、これと思ったけど、右側が五つ目で左が六つ目かな。よし、これでセキュリティ解除したみたいです。 OK。 研究所16と32のセキュリティシステムを解除しましたっていう風に書いてます。だからこれ踏んでも大丈夫ですよね。下に宝箱あったから取っておいて、スター当たった下の方のこれ取っときたいな。ライフ、意外とその戦闘でライフが減るので、ライフ回復しておきます。よし、じゃあ先に進もうかな。セーブポイントが見当たらないのが、あ、あったあったあった、戦闘が一回あって、あ、ここ切れてんのか。はい、ということでプロフェッサーギロの研究所に入ったところで、今回は一旦終わっておきたいと思います。今回もエボランド2実況を見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。